れは。俺たちの女王、メリアだ。ひどい。あんなにがんじがらめにされて。メビウスたちの呪縛、まさにそんな感じだな。解放してあげよう。ああ、待っていたぞ。この声、エヌか。ひどい顔だな。まるであの時の俺みたいだよ。してやったりか。斧が女を手中にして満足そうだな。ノア、この顔が満足そうに見えるのか。出なければ何だと言うんだ。エヌ、あんた何も分かってないんだな。女王は渡さぬよ。女王はこのオリジンの要、我が存在にかけて、お前たちにだけはな。そうはいかねえな。俺たちには時間がねえんだ。それに私らの女王様だからね。てめえらの好きにはさせないよ。君はノアの分身とも言える存在だ。できれば戦いたくはない。だけど覚悟はできてる。あなたがメビウスとして立ちはだかるのなら、私たちは全力で戦う。覚悟だけで世界を変えられると思うなよ。変えられるさ。変えて見せる。お前たちは勝てない。虚無の果てに立つこの俺には。虚無か。それは悲しみだ。何、悲しみって言うんだよ、エヌ。だから来たんだ、ここまで。M の思いを遂げるために、あんたを悲しみから救い出すために。救いだと、そんなものに何の意味がある。過ぎ去った今に何の価値がある。分からぬなら教えてやる。お前も引き込んでやる。虚無の果てに、絶望の底に。お前たちに身をもって分からせてやろう。俺に始まった絶望と恐怖を。エヌ、あなたは、お前がいなければ、なんだ、この身をもって知ることもなかった。そんなお前が、敵が離れてきた。あんたは分かっていない。エヌの思いも、やばい、敵が離れてしまった。うわっ！
尽くして押し切る。
もう一度聞く。なぜ選んだ？なぜシティの人たちをその手にかけた？あんたや、あんたの仲間の子供たちだろ。子供だと？違うな。あれはただの障害だ。何？メビウスが今を生きるのに不要なものどもだ。そもそもこの俺がいなければなかった命。生殺与奪の権利は創造者たるこの俺にあるのだから。本気で言ってるのか？なら共にあったエムのミオの彼らへの思いはどうなる？ミオ、ミオ、ミオ、ミオ！お前はミオを守れなかった。結果として無力だ。なのに彼女はいない。なぜだ、なぜだ！そんなこともわからなくなったのか。なんでだよ。なんで自分で自分に罰を与えるんだよ。道を誤って、だけど一人で進むしかなくて。かっこ悪いよあんた。かっこ悪すぎるよ。あんたは後悔だ。後悔。あの時こうしていれば、あんなことさえなければ、過去にこだわってすがりついて誤った道を行くしかなかった。今のあんたは後悔そのものだ。ならばお前はどうだというのだ。俺たちは希望だ。希望だと？ゴーガンフソンも甚だしいな。己を希望と言い切るか。あなたが一番大切にしていた人の言葉よ。そこにいるのか。あの人の心も後悔だらけだった。未来への希望も持っていたんだ。だからミオに全てを託したんだ。希望など、希望などあるものか。この世界にあるのは虚無だけだ。その果てに立てば、お前たちも必ず絶望する。だからそれは悲しみだって言ってるじゃないか。この世界は存在しない。あるのは絶望のみだ。そうだとしても、待ってみせる。世界の希望に待ってみせる。一緒にせえ。未来はあるし、セナ安心しろ。セナだけど、私が相手だ。一緒に本気で行くよ。暴れた。
いい案があるんだ。ちょっくら頭を使ってみるか。いいぞ、やってやる。
を任せろ。あなたと永遠にありたい。あの時の言葉は真実だった。彼女の本当の思いだった。その通りだ。俺は間違ってなどいない。永遠を授けようとしたことは正しい選択だった。それをお前たちは。今のあなたとじゃない。まだわからないの？あなたと共にあったあの人の思いが。踊って欲しかった。ノアという名に呼んで欲しかった。ミオという名で。なぜお前たちはそうして立っていられる。至るところ悲しみに満ちたこの世界で。運が良かったんだろうな。運だと。巡り合いって言い換えてもいい。俺はいろんな人に出会えた。ランツ、ユーニ、タイオ、セナ、リクにマナナ、たくさんの仲間たちに恵まれた。そしてミオにも出会えた。ほんの少しの差なんだよ、俺とあんたとは。もし俺があんただったら、きっと同じ道を選んでいたさ。同じ道を。ああ。でも今は違う。ミオや仲間たち、それだけじゃない。もう一人のミオや、もう一人の俺。出会った全ての人が、今のこの俺を形作っているんだ。未来へと、進ませてくれるんだ。たとえ世界を本来の姿に戻せたとしても、お前たちが生きながらえる保証はどこにもない。それでもか。それでもお前たちは進むというのか。ああ、そうさ。限られたこの10年を戦い抜く、それだけだ。エヌ、あなたももともとは未来を求めたウロボロスだった。だけどある日、未来を諦め今を守る選択をしてしまった。でもね、それでもいいの。守ることもとどまることも思いの形だから。私はちゃんと分かっていたから。ミオ、
一緒に来ないか。もう一度未来にかけてみないか。もう一度。お互い目指した道だろ。なら簡単じゃないか。Nが消えちゃった。これは一体どういう。ノア、Nは死んじまったのか。いや大丈夫さ。大丈夫とは。今はやるべきことをやろう。夢を見ていた。長い長い夢を。戦う若者たちの夢。倒れても倒れても何度でも立ち上がり生き抜こうとする若者たちの夢を。ジョー。ノアだな。ずっと見ていた偽りの私の瞳を通して。よくぞここまで。アグヌスの女王は解放した。そしてあなたも。あとは残すは奴だけだ。絶対か。ああ、 Z はあれは人ではない。思いなのだ。思い。誰もが抱く不安、恐怖、そういった思いが集い人の形を成したものが Z だ。人からメビウスとなった者たちとは違う真のメビウスなのだ。真のメビウス。子ではないということですか。子であって子ではない。そなたたちのうちにもメビウスはある。もう気づいているのではないか。この世界は静止した時の中、永遠の今を選択した思いによって作られた。ならば僕たちも世界も今あれ全てが偽物なのですか。存在する全ては現実なのだ。今の命、未来の命、メビウス以外の多くの人々の思いもまたこの中に生きている。そなたの持つ対の剣もウロボロスもその思いが形を成したもの。今を守るか未来を切り開くかは振るうもの次第。未来は確かにある。
望む未来を紡げ。そなたたちならばそれができる。ならば私がかけるべき言葉はただ一つだな、ノア。ミオ、ランツ、セナ、タイオン、ユーニ。この世界を頼む。オリジンの中枢はここよりさらに下層にある。 Z はそこにいる。私はキャッスルに戻り、兵士たちを日時計の呪縛から解放する。命は Z の力となってしまうからな。さすがは女王様だ、頼もしいぜ。あの、外まで護衛は必要ない。私を誰だと思っている？さすがだ。みんな、これが最後の戦いだ。誰一人欠けることなく生き残ろう。ああ、変わった世界楽しみたいしね。絶対に負けられないね。負けないわ。ここまで来られた私たちなら。未来をこの手に。おう、つかもうぜ俺たちで。よもや二つの世界が共闘するなど、過去の自分に伝えたとて信じはしないだろうな。これより我々シティは総力を挙げてケベス、アグヌス両軍を援護する。ビルガメス、バチビョン。これよりオリジンへと総攻撃を仕掛ける。援護を頼む。んなこと言われなくたってやってやるよ。我々の目的はあくまで防衛だ。破壊するのは外周の兵器のみ。オリジンの中枢にはノアたちが向かっている。中は壊すんじゃないぞ。壊したら世界も元に戻らなくなるってんだろ。了解したぜ。信号が増えたな。まだまだ発見がいっぱいだね。移動開始っと。二人の女王様に会えるなんて感激だね、ミオちゃん。そうだね。数ヶ月前は思いもしてなかった。ぶっ倒してやる。
喧嘩売るとはいい度胸だ。まとめて面倒を見てやるか。いつも通り行こう。